我が国では1人の患者さんの治療を行うときに異なる職種のスタッフが専門性を生かしてチーム医療を実践しています近年チーム医療の一員として臨床工学技師が注目されています現在人工腎臓人工呼吸器人工心肺など様々な医療機械が開発され多くの患者さんの命を究明しています しかしながらそのような医療機械は操作が難しく管理が煩雑で使い方を間違えると患者さんの命を失ってしまうリスクもはらんでいますそのため我が国では医療機械の法整備をして今から30年ほど前に臨床工学技師という国家資格を誕生させました臨床工学技師は医師の指示のもと生命維持管理装置 の操作および保守・点検を行うメディカルスタッフでです院内では医療機器のスペシャリストと呼ばれています臨床工学医師は複雑な操作を必要とする医療機械をしっかり操作し院内にある医療機械を保守・点検することで安全で安心な医療機械を患者さんに提供していますさらに看護師などのメディカルスタッフに対して 医療機械の正しい使い方を教育することで医療事故を軽減することに貢献しています今後医療機械の技術が進み先端医療の、えー、医療機器が開発されることによって低侵襲で患者さんに優しい質の高い医療を提供する時代がやってくるでしょうしかし そのような医療機械は効率的で複雑な操作が必要となり今までよりも専門性の高い技術が必要になってきますそのような時に臨床工学技師が真っ先に医療機関の使い方をマスターしてそのような治療のサポートの心強い存在となることが求められています命のエンジニア臨床工学技師について 皆さんと共に勉強していきましょう。